ということで、いただきチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。サスケでございます。そしてキャンです。はい、ということで本日は2024年の7月11日ということで、今キャンに言われて知りました。なんかダイトの日と言われる 711、 まああの吉宗だよね、初代の711枚機の、はい、らしいんですけど、すごいですね。本日はウエスタン浦安柳通り店なんですが、平日ですよ。はい、160名ぐらい並んでますね。休日でまあ200超えたりはあるんだけど、えいやーえいやー、あの先に言っておきますね、私の耳をご覧ください、はい、ずっとつけてた V のピアスやめました。代わりにつけたのがこれ、サジタリアスイテザです。はい、まあ、聖夜のリセ狩りしてる時に買ったやつなんですけど、つまりもう俺バルブレイブはもう打たない宣言通り、はい、バルブレイブがこのお店12台、カラクリが増えて9台で21でしょ。で北斗無双ちょっと興味あるよねっていうので6台、27で、まあプラスアルファ考えて30ぐらいまでどれかは取れるんだけど、そのバルブレイブを打たないってなるとカラクリの幅がすごい。でカラクリと北斗無双どっちが先に埋まるかっていうのはちょっと分かんないね、まだ信頼期間で。ということで早速絞っていきたいと思います。まあ、下一桁はいいでしょう。7。俺逆から見てるから初めて。だからまあ3からか。まあでも012だね。サブ1、012、012、012、012。ん ?2 あるんじゃない ?2 あるんじゃない、違うな、これ。ちょ逆だから分かりにくいな。2だ。来た来た来た。ってなると160人だからマジで2分1。0か1の2分1、めっちゃ大事。いくよ、せーのでいくよ、せーの、ビュンビュンビュン、えいえい、2分1なやそれ。あ、1BB やってもいいな、朝一、うん、1BB だけやってからでもいいね、もしミサオ行くなら 1BB だけやろうかな。711だし、711枚目標で 1BB からスタートします。よし、じゃあ 1BB やっていきましょう。うん、全然ガックンしないけど大丈夫だよ。ガックンとかしないんだよね、多分この台。あー、ベルが揃わなすぎる。北斗で1万円で299ゲームって、宅当てミスりすぎ。あ、当たったー、リプレイレインボー。よーし、1万1000円。お、いいね、映え。ここでさ、変な7揃いとかしたことないんだよね。あと7が外れるやつとか、これしかないんだよね。うわっいや、フラグってあるんだ。いや、初めて見たそんなことある、やったー。あえてこれ赤7を狙ったらオーラの色が見れないっていうのがあるけど、よーし、1BB チャレンジで一番いいスタートかもしれないぞ。来いよ、来い、よいしょ、よし、1を超えたのはでかいね。がっかり感がすごいからな、1だと。中、
はい、次ネクストバトル、チャンス目、ここよしよしよし、楽しいですか今。楽しい、よかった。このセット継続すればプラス1、ちょい、こい、いやあ、あー、うーん、いやーやだなー、蹴り引かねー、引かねー、あー無理、よし耐えたー、危ない危ない危ない、一回使っちゃったぞ復活。これが終わるということは今日負けるってことを意味することですよね、ほぼ。まあ期待値で言えば、ね、期待値で言えば、まあ、それで言ったらもうすでに抽選ボタンを押した瞬間にそうだよね、もうちょっと先だったかもしれない、よしよしよし、ただこれ油断すると終わるからね、いや、やめろお前、あ、今星が見えた、え、星って機体ダップ、機体ダップ、え、星見えたよ、いや無理無理無理、え、星は、星もいたよ、まあ、みーや、このおっぱいプルプル具合はさ、まずさ、服がさ、このおっぱいの形になってるってすごくない？物理法則としてこれおっぱいがあったらさ、服はさこうなるじゃん、こうなるってすごくない？継続期待度 95% って書いてある、あれだけでこのラオウも相まったらさ、ああそうかそうか、うん、でプラス視聴性があると継続率 79% 以上、あ、視聴性ってあの赤いやつだよね、それはなかったと思うんで、うん、北斗七星だけだと 95% ぐらいの期待度はあるらしい、まあ大勝派は継続期待度 1% 以下だからしょうがないよね、吐き消された、これもういないな、さては、よし、残念ながら終わりです、悲しいけど、何があってこの後打つ台が、なんかすげえ反射してるな、なんだこれ、左からですね、左からなんかもう、あ、その金玉がすげえ光ってて、どれ金玉って、これこれ、あ、これということで 1BB 残念ながら終わったので、古いリゼロを少しだけ様子を見ます、おお、ゼロポイントだこれ、ゼロポイント、あ、やめ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 です、
ということで、ただいまの時刻が1時半ですね。はい、北斗打って、まあ、リゼロ2000円だけ打って、オキドキブラック打って、今プラス100枚とか150枚ぐらいで、昼飯食って戻ってきたらからくりが、はい、開いて、まあ、この数字を見てもらったら分かると思いますが、もう万枚ぐらい出てます。9500枚ぐらい出てて、前任者満足やめと、時間もないしもう満足でしたしっていうので、一応話聞いたら通常 C1 回の幕開1回来てるということでした。このお店からくりが9台あって、まあ、1時半の時点だけど全台多分、ね、見える限り全台今ね3枚がプラス9、これはさすがにでしょ。このからくりはちょっと設定に期待ができる代わりにあと万枚しか出ないっていう、9000枚出ちゃってるな、あと万枚でコンプリートっていうライン。ただまあ時間的にもね、今1時半でしょ、言うて、まあ6時45分だから、まあ、5時半には出たいよね。まあ、道空いてたらもうちょっと打てるけど、まあマックス5時半なんで、まあマックス4時間、まあ4時間あれば全然まずは打てるんで、やっぱ短時間勝負のからくりで結果出すっていう、つまりまあ1回 AT1 回か2回でちゃんと上まで持っていく、これができるようになったら本当に蔵が立つよね。厳しいよ、やっと当たるよ、ギリギリ C やってもいいよね。 C の王道パターンレインボーじゃないけど、赤ボッキ赤ボッキ、余裕のモード、初めて見た。これレア役であれじゃない？初めて見たけど、見たことある？なんか動画で見たことあるだけです。生では初めて見ました。強チェリー近く。初めて見た。いいね今の。めっちゃかっこいいっすね。強チェリー近く目ですよ。ずるって滑ったね。が出ればいいんだよ、狙いが。前さ、昨日さ、チャンス目引いて前兆行くじゃん、2ゲーム目に狙いが出てオリンピアゼロ角でチャンス目引いてリプレイ引いたよ。確定劇場中になんかおまけちょうだい。でオリンピアやって戻ってきて2ゲームでまた全戻ってきて前兆がまた始まるじゃん、あの劇場本前兆中だったから。あで戻ってきて前兆来たから、あこれ劇場取ってるわって言ったらまたその次ゲームに狙いが来てオリンピア行って、オリンピア2オリンピアを決めて、オリンピアとオリンピアと劇場だって。そう。で劇場決めたんだっけな、決めなかったんだっけ。まあとりあえず劇場1個取った状態で残り700枚だか800枚あって。まあギリギリで一撃まで行った。上位は行ったんですか、行った。一撃通して、グッドラックで通して。おお、また。2回目失敗して終わる。
投資100枚で、うわ曲変わった、これ壊れたと思うやつ、まあ、ワンチャン確定劇場中に引いたチャンス目でストック取った可能性があるな。いやーこれは持ってかないダメだよ。すごいね、来たね、前兆中。一声欲しかったね。いきなりラストジャッジだろこれ。やった、これ取ればマジでいける。ピエーピエーマンティー、マンティー到来。なんか負けそうな気はした。あ、これ劇場あるの、はあ、これでセットストック抽選、セットストック抽選、で裏に1セット残ってるから、まあ、500枚残ってるってことで、さすがに行かないといけない。
ゲームブリゲッラ。もう一回継続しろ。ナイス。まあ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 、ここまでは行くさ。そりゃ行くさ。からのよ。まあ連鎖だよな、ここは。ここは連鎖。いや珍しい、3回取って全部100とか。引き弱か。やっぱカラクリは面白いわ。いや、なしか。8点までいけ。よし、激アツ。これ激アツ。はいはい、きた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 。運命の一撃のつもりでいくわ。取った、運命の一撃取ったわ。今タイミング的にもぴったりだったよね。セットストックがなかったら1ゲーム目追加でなんかちょうどいってそうだったけど。全部100か。当たり前だろ。まあ俺からくりうまいからさ。いやいいね。えい、やった。安サブイチじゃん。極限無双な。くっ。はあ、これなイメージだな。イメージグッドラックイメージだな。激アツ。よし、あ厳しい、あ厳しい、あお願い、本当に無理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 無。まあ天国だけ見てやめだな。うまくないんだよね俺からくり別に。あそこまでは誰でも行くんよ。ジュース
本当に？おう、これ強調のからくり霊薬だ。強調のからくり霊薬で一発で。おう、 C だった。 C の強調からくり霊薬だ。これやめていいでしょう。1300、ちょっと増えた。30分ぐらいあるんで、シンコギアを1回だけ打ってみようと思う。打ち当たりだけ初打ちにして打ち納めやもしれない。分かった、ダムか。ああ、なるほどね。あれ、ロケットモード、緑色かな。おう、ディア V チャンス。何それ。あ、出るか。なんだ、 V。 あ、終わっちゃった。終わった。あー、負けてない、勝った。あ、出るか、50か。 あ、ごめん、俺もう耐えられないかも、この台赤いよ。なんだろう、楽しそう。負けたわ。まぁ、あ、ちょっとよくわかんないけどやめよう。すったわ、2万円ぐらい。耐えろ。ちょっと何が起こってるかわからんかった俺には。ということで、午後4時半時点の店内状況なんですけど、カラクリは昼1時過ぎではね、全台プラってたんだけど、まあそこからへこむ台もあれば、この台が4000枚ぐらいかな、はい、でこれが俺が打ってた台で、前任者と合わせて、万枚ちょうどぐらいで、ここが、ね、4000枚ぐらい出てるかな、はい、でここ何枚だっけな、今ちょっと AT 中で見れないんだけど、ここもまあプラスですね。上位やってたんで、確か4000枚ぐらいで、確かだからプラス2000枚ぐらいだったと思います。これは2500枚ぐらい出たけど、まあプラマイで、これはめっちゃ良さそうだね。上位多分行ってないか、行ってすぐ終わったかぐらいだけど、ずっと右肩の2000枚。シンフォギアはここがまあ4000枚ぐらい、3000枚でちょっと出たけどへこんでる。でもまあ3000枚、5000枚ぐらい今なんか一撃で出てる。でこれ地味に俺が打った台なんだけど、なんか7000枚出てたんだよね。バールブレイブが17000枚、一撃で17000枚出て67連で、でやめられてたんだけど、その後打った人がもうすごいね、ちょっとプラスにして、はい、まあもう間もなくコンプリートで期待値的にやめたんでしょうと。7000枚出てる、3800枚。だからまあ出てんのはでも2台か。オッスはこれ出てるね、いいね、右肩で4000枚ぐらいと、隣もまあ2500枚、5000枚出てるよ。2000枚ぐらいの台は結構ある。角ももうやめてるけど4000枚と。これが新しい北斗無双だね。これが一番出てるかな。これが4000枚5000枚ぐらい出てそう。聖夜がまあドーンと4000枚、一撃で4000枚ぐらい一番出てる。7000枚出てるわ。延々が出てるじゃん、7000枚も出てるよ延々。そんなとこっすね。以上ということで、ウエスタンの浦安柳通り店での実戦終了ということで、まあ、今日はね、まずすごい並びでね、平日で何でもない日なんですけど、200台ちょろっとのお店に160人ぐらい並びまして、抽選負けて、北斗 1BB やって、北斗揃い出てきたけど4連終了。それはちょっとパチンコ2000円打ったところで目が覚めて、オキドキブラックの朝に狙いですね、はい、無事に成功して、まあでも1000枚も出ないぐらいで飯食って、そこからからくりの9500枚出てるからくり打って、 A 店まで連れてかれたけど、まあ一発で通して、連鎖から上位入れたけど、結局一撃通せず、いつものパターンで2000枚、はい、で、まあもう終わりたかったんだけど、時間がちょっとだけ余った時間、30分をシンフォギアの250から
あの初打ちちょろっと打ったら天井近くまで行って当たって、マジで何が起こってるか分かんないまま、その後100で当たって2回当たったけど200枚みたいな感じで1000枚ぐらい吸って、結果2万4000円使って、1000枚ちょい流しみたいな、1100枚ぐらいなんで、まあちょい負け、1000円2000円負けで終了ということで、やっぱからくりの運命の一撃がやっぱ通せないから難しいなって思いました。なんか今日一日ぼやーんとして終わったわ。1000円吸った。福岡へ行きます。はい、ということでこちらいただきチャンネルの収録スケジュールです。よろしくどうぞ。さようなら。